日は女性曲こちらに絞って、カラオケ採点対決やっていきたいと思います。ルールは簡単です。女性曲のみを歌ってください。そう、ね、以上で今回の女性曲もちろんキーが高いでございます。歌いたい曲キーが出なかったら意味ありません。キーは自分の歌やせる方に調整してください、はい、でも、最近ね動画であれこれちょっと思った以上に点数出なかったなみたいなの結構多いんですよ。確かにそうですね。だからこうやってルームを変更したりしてます。だから見せてください久しぶりに。わかりました、ね、あとこういう時にですよ、あの自分のちょっと好きな歌を歌うみたいな。まあそうね、そういうの、はい、なのでぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。こんな短くていいのか。ごめん、ちょっと待って、俺ね、慣れないんだよ、最近。冒頭の会話少なくていいのかな問題になってきちゃう。サクッといく。逆にさ、その喋りたくもなってしまうじゃん。別に歌聞きたい人はそこに飛ばせるように、なんかこっからみたいな、よし、入れとけば。YouTube のルール上できるから、それが。本当に言ってたように、点数が出ないよという問題があるじゃないですか。はい、なんか、もちろん、その、カラオケ企画だから点数だっていうのは分かるんだけど、ほら、最近絶対出ないからさ、コメント欄でなんか、ちらほらさ、カラオケ点数企画やってるのに点数出ないのはどうかと思う。あ話があって、確かになんか思いながらもしゃあないやん。その方たちが満足いく点数って何点なんだろうねって。だから そこはもう気づいた、みんなもうバグってんの、気づいてるはずだよ。97からボーダーライン、逆の考えですよ。97点をこんなに高頻度に見れるチャンネルは数少ないですよ、 YouTube で。そうなんですよ。なんか一つ言いたいのは、あくまでこの、ま、企画として歌ってはいますけど、ただただ歌いたいだけなんで、あるじゃん、その点数が出るから上手いとか点数が出ないから下手とかでもないし、これ我々前企画でカラオケ採点場を出して歌ってるので当てにいってます、わざと。ライブとは全然違いますよ、歌い方が。ライブに来たら多分びっくりすると思います、僕ら歌うが上手すぎて。これは言っておきます。気になった人はぜひね、ライブ来てみてください。笑われますよ、他の方に。何言ってんのこいつと。まあ企画がね、こう多いんですけど、歌ってみただったりとか、オリジナルだったりとかっていうのはね、皆様にね、お届けしたいなと、そっちはね、すごく思います。本気で歌えるので、歌ってみただったりだとか、オリジナル曲になってくるので、こちらも更新し、投稿していけたらなと思います。はい。チャンネル登録してない方は、チャンネル登録お願いします。ということでね、そのライブとかの話もあった通りなんですけども、僕たちね、8月10日、8月17日にですね、ぜひぜひ3回目となります、MC 限定ライブをやらさせていただきたいと思います。はい。8月10日、大阪、8月17日は東京でございます。今回の、タイトルがですね、鈴木家の夏祭り、トワイライトということで、4月中にですね、トワイライトというね、新曲をリリースさせていただきますので、そちらをね、引っ提げまして、今回の MC 限定ライブを2箇所、回していただきたいと思います。大阪、東京ともにですね、1部、2部とね、やらさせていただきますので、ぜひね、お時間だったりとかね、ライブ聞きたいな、楽しみたいな人は、ぜひ概要欄の方に詳細など、そしてね、FC 加入していただいたらチケットゲットできるので、そちらのリンクも貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、本日は女性曲だけで勝負していきましょう。はい、やります。This is Brothers。じゃあ、先行一発目、どうしましょうか。もう、兄ちゃんに行きましょう、兄ちゃんで。では僕が歌うのは、宇多田ヒカルさんの Flavor of Life、マイナス3。はい、いやいや、ありがとうと君に言われるとなんだか切ない、さようならの後も溶ける魔法、淡くほろ苦い The flavor of theない中感じてね、中学の日を夢見てる青いフルーツ、あとで一歩は踏み出せないせいで、yeah, yeah, yeah, yeah. じれたいのが乗ってて味気のない道、
そんなものには興味をそそられない思い通りいかない時だって人生捨てたもんじゃないってどうしたのと急に聞かれるとなんでもないさよならの後に消える笑顔私自分が信じたいと全部聞いてくれるっていうことがね。そうなんだ。優しいんだよ。聞いてる時もこれちょっとずっと声かぶって。出てる時もあれ。ってことは行かないんちゃう。鈴木鈴木。じゃあセイナ2曲目何歌うんですか。アモン様。アモン様。アモン様。Get myself back。いいね。キーは。マイナス5。マイナス5。オッケー。気圧。今日はありがとうございました。大丈夫きっと全てはうまい
しまった気持ちを探しては、同じ場所行ったり来たり、小さい波のように前ばかり見ていたんだ。不安に飲み込まれそうになって、今必要な言葉はあの日に見た景色の中、また巡る季節があなたの予感を連れて、目を閉じたままじゃわからない、今夜にも世界は綺麗なのに、苦の愛感傷抑えられず全てはうまくいく、こもつた雫を救う、風に誘われて瞬き出した星は涙で滲んで、いっそキャッキャッと弱音と会話にバイバイ、思い出せば外れ、また欲しいたままじゃわからない、今夜にも世界は綺麗なのに、苦の愛感傷抑えられず正義とすり替えてた、けまさばかげ傷つくために生まれてきたんじゃない、97.012 点以上。頼むよ。おっ、やばいかも。ガーッ、待って、なんのってことなんですよ。これ、できない量産お願いします。任せました、ついに。まあでも、勝ちは勝ちだからね。そうですね、はい、ありがとうございました、惜しかったね。あとよかったね。鈴木、鈴木。さあ、ということで物語後半戦、さあ、次回のコムチャ、物語が後半戦、はい、もうお一方、歌姫がいるんです。あ、いますか。で、僕はダラー、アイさんのビリーブ、マイナス3。カミントロ、これやばいよ。カミントロです。ありがとうございます。どこか遠くで声が聞こえる、暗闇の中へ名前を呼ぶ方へ向かっても、何も見えない時、ただ膝抱えうずくまってた。不安と孤独と、この場所から優しく手握って連れ出してくれた。光の差し込む方へと今歩き出す。守るものがあるから強くなれる。どんな痛みもどんな悩みも人を受け入れられる。だから大丈夫、あなたの声は聞こえてるから。今までずっとわからなかった、あなたがくれた信じる力、この
がする両手を合わせただ祈ってた人は傷つくこともあるけれどすぐにまた笑ってる時が来るから光の差し込む方へと今歩き出す守るものがあるから強くなれるどんな痛みもどんな悩みもきっと受け入れられるだから大丈夫あなたの声は聞こえてるから人あなたが笑ってる時は代わりの私が強くなるから心配いらないよ光を差し込む全部吹き飛ばしてあげるもう泣かないであなたの声は光の差し込む方へと一緒に歩こう守るものがあるから生きてゆける君の痛みもどんな悩み全部吹き飛ばしてあげるもう泣かないであなたの声は聞こえてる さあ、加点すごいっすね。さあおお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 おますかね、中洲の美香さんのオリオン。オリオン来ました。マイナスさんです。おいすごい。ちょっと聞いたなんか泣いたのは僕だった。弱さを見せないことがそう強いわけじゃない。息が冷たくなる帰り道にただ星が揺れている。確かめたばかりの淡いぬくもりさえもう忘れそう。人を好きになれることに初めて気づいた。今は泣いたのは僕だった。つらかった
したい縦のひら離れるようにいつまでも触れていた伝えたい言葉を繰り返すのにまた声にならないたまいないことではなくて優しく包むよ君は流れ星数えてた君と出会えた奇跡が今僕に生きている意味を教えてくれたから鈴木、鈴木。はい、本日はですね、女性曲で、4曲出していただきました。他にもね、こんな曲歌ってほしいとかリクエストありましたら、ぜひよろしくお願いします。カラオケ点数以外の企画をお待ちしております。ということで、今年ですね、鈴木、鈴木、学園祭を本格的に回らせていただきたいと思います。過去にですね、学園祭ツアーやりますという動画ね、概要欄から見れると思うんですけども、そちらをご覧の上、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。お待ちしております。はい。ということで、今回はこの辺にしまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。